ちゃいましたね。思い通り。思い通りですね。思い通り。でも、もう優勝パレードであのペナント持って場内回ってます。いやーすごい。いいね。いいですね。ハハ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 ハ
で連れて行ってくれると。まだ JFK までは行かないですけどね、はい、その見事な投手陣に加えまして、一方の打線の方ですけれども、本当に上位から下位までどこからでも点が取れる、そんな打線だったんではないでしょうか。うつろは、開幕からね、あまり打順を変えないでね、まあ、この打順だったら1万点取れるかなっていうのがあって、まあ、それでスタートしたんですけど、まあね、優勝の瞬間までね、この打順でいけたということは、やっぱりみんながね、その敵対的だというか、やっぱりね、その打順でみんなが仕事をしたと。まあ、そういうことでね、本当にそうですね、数字はそんなに良くないんですけどね、だから得点とかね、いろんな意味で、ね、もう数字を塗り替えてるんで、まあ、その辺はね、やっぱりその家賃もね、ちゃんと役割を果たして、ね、でもまだまだね、もっとみんな力つけて上手くなっていくと思いますよ。シーズンをここまで駆け抜けました。監督からご覧になってここまでの道のり、改めてどんな道のりでしたか。あまり、ね、苦しい時期もよくなかったですね。本当、ね、4月からね、4月、5月とね、だんだん力つけていくかなと思ったら、ね、まあ、5月にすごいね、勢いで連勝あったんで、あ、これで、ね、その結果がね、8月からの、この9月の成績と思うんでね、本当力つけてますけど、まだまだね、個々の選手は、ね、若いし、ね、伸びる要素はね、十分と思うんでね。また来年から楽しみですね、はい、そんな中、今シーズン監督がずっとアレという言葉で言い続けてきたことがあれついに今日実現しましたが、まだお言葉を聞いていない、そしてファンの皆さんも聞きたいと思っている方たくさんいらっしゃると思いますが、まさかここまでね、すごいね、まあ、人気じゃないけどすごいね、みんなに浸透したとすると思わなかったので、まあ一応今日であれは一応封印してみんなの優勝をね、達成しました選手、スタッフ、関係者の皆さんには今どんな言葉を改めて聞きたいですか。ちょうどね、去年の9月だったんですけどね、その監督要請を受けたのは、まあ、ちょうど今日、ね、9月1年なんですけど、まあ、まさかこんなに早くね、まあ、18年も、ね、優勝から遠ざかってるチームで、ね、今この日をね、迎えるとはね、どうも思ってなかったんで、まあ、これは、ね、やっぱりフロントを含めてね、まあ、みんなの力がね、まあ、結集した結果と思うんで、まあ、これはずっとね、やっぱり、本当に強いタイガースをね、もう毎年ね、作って、ね、まだ、ね、こう喜びを、ね、皆さんと一緒に分かち合えたらね、これからも、ね、最高と思います。になりますが、次の戦い日本一に向けてというところ、もちろんクライマックスシリーズもありますが、ポストシーズンに向けての思いを最後お願いします。あれは達成しましたけど次のステージですね、クライマックスもありますけど、
でそこも乗り切って、で最後は日本シリーズというので、まあ、当然ね、みんな分かってると思うんですけど、まあ、とにかく1位で来てね、通過したっていうのはね、当然負けられないと思うし、まあね、日本で一番最後までね、試合できるように、あれを決めたのはね、優勝までだったんでね、日本一は決めてないんですよ、言葉で。もし何かいい言葉があったら、また教えてほしいと思います。ありがとうございました。では、最後にタイガースファンに向けてのメッセージというのもお願いします。まあ、まだ通過点ですけど、本当、今まで、開幕から、たくさんのね、今年はなんかすごい人が、甲子園球場に足を運んでくれたみたいなんで、本当、ありがとうございました。来た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